テレビアニメブルバスター、波止め工業宣伝部ラジオ、みゆき的ブルバスター講座。みなさんこんにちは。波止め工業の庶務兼宣伝部長の白金みゆきです。この講座は皆さんに波止め工業のことを知ってもらうべく、宣伝部長の私が弊社の魅力をお伝えしていく講座です。第2回から第3回にかけて波止め工業の社員を紹介してきましたが、今回は居住退治には欠かせないブルローバーとブルバスターについてお話ししたいと思います。波止め工業のメイン業務である居住退治、居住出現当初はブルローバーのみで対応していました。田島社長が蟹江技研から重機を借り入れ、アームなどを改造したものがブルローバーです。イエローの機体で全高は5メートル、バイオ弾を使用する機関砲がついています。建設用重機をもとに作られているため、搭乗席はトラクターやブルドーザーのようにむき出しになっています。そのため有毒ガスを浴びる危険があり、龍岩島に出向くときはガスマスクを着用しなければいけません。動力はガソリンで、連続稼働時間は満タンで40分。そう、ブルローバーはめちゃくちゃ燃費が悪いんです。そこで専用機の見直しと居住発生件数の増大を受け、研究開発が進み、ブルバスターが誕生します。ブルローバーの戦闘データを参考に、蟹江技研で沖野くんが開発完成させた大型のエグゾスケルトン型マシン、ブルバスター。全高8メートルもあり、オレンジ色の機体が素敵なんです。コクピットは完全密閉されており、龍岩島の有毒ガス、居住の毒からパイロットを防護できるようになっています。操縦はパワーアシストスーツ、通称パワースーツを着用して行います。このスーツを着たアルミちゃん、かっこいいんだよな。何よりも居住退治の効率を大きく変えたのが歩行モード。高速移動や飛行能力はありませんが、二足歩行で可動性が大幅に上がりました。ブルバスターの足の裏には車輪が内蔵されており、長距離を移動するための走輪走行モードにも切り替えができます。燃料はガソリンではなくバッテリー式なので、フル充電で60分操縦が可能なんです。武藤さんはブルバスターの操作に慣れるのが大変そうで、たまにブルローバーを使うときはつい張り切りがち。ブルバスターをうまく乗りこなす若手社員たちに引け目を感じているようですが、無茶だけはせず安全に行きましょうね、武藤さん。お、もうこんな時間。そろそろパトロールからみんなが戻ってくるので、今日はこんなところで。波止め工業に興味を持ってくださったそこのあなたは、ぜひ波止めの株主になれる波止め工業友の会にご入会ください。会員費無料で世界に一つだけのオリジナル株券をお渡ししています。また企業様向けプログラムの波止め工業応援団へのご参加もお待ちしております。個人経営のお店や飲食店様も、まずは概要欄から詳細をご確認くださいね。次回のみゆき的ブルバスター講座では、波止め工業に関連する企業についてお話ししたいと思います。それでは、波止め工業庶務兼宣伝部長の白金みゆきでした。今日も一日ご安全に。この番組は株式会社クエストコーポレーションの提供でお送りしました。